ては変化から生まれるということを常に意識すること。そこには自然が愛するように何が存在し、そして新しく生み出すといった以上のもの、あなたは種だけが新しい植物や子供を生み出すと思いますか？もっと深く考えなさい。